本日のセカンドチャンネルは、ただいま11時、30分回ったところです。今日はちょっとね、すげえ言いたいことがあって、周りくどくね、話してもしょうがないので、ちょっと前もって言わせてもらうと、今日、朝一動画上げたので、これは明日、また、あげます。で、何を言いたいかってことなんだけど、会社の愚痴とかさ、なんかね、ぐだぐだ言ってるやついるじゃん。で、正直、ぶっちゃけ言っちゃうと、Twitter とかさ、Facebook とか、なんかそういうとこで言ってるやつがいて、何を考えてんのかわからない。別にわかるともしれないけどね、興味ないし。でね、実生活の中で、ネットとリアルって言っちゃえば、このリアルタイムの中で、今自分が言ってる会社の愚痴を俺に言ってくるやつがいてさ、それちょっとお門違いな話で、というのも、言っちゃえばね、正直会社の愚痴を言ってた、時もある、会社員時代です。で、何が結局言いたいかっていうと、自分が選んで入った会社であって、そこの会社の、上司の言ってることが嫌だと、上司が嫌だと、環境が嫌だと、同期が嫌だ、後輩が嫌だっていうのは、どんな会社に入っても、必ずあることです。で、この間ね、新成人に向けた言葉になっちゃいましたみたいな動画もあげたけど、世の中ね、自分が思ってたような会社っていうのは、ないと思います。給料目的でその会社を選ぶっていうやつもいると思うけど、それ目的で選んだんだったら、黙って仕事をしてください。周りに愚痴を言うこともなく、わざわざネットにね、ネットなんか顔写真別に出さなければね、わかんないわけじゃん。そういう場にも、書かないでください。非常に見てて不愉快です。で、ちょっとこれはね、僕自身が経験した話なので、これを言ったところで別に何なのっていうことなんだけど、僕はその会社に入って、嫌なことがあって、上司と考えが合わなくて、だったら俺が自分でやってみようと、いう思いで会社を辞めて、独立しました。今だからぶっちゃけトークできるけど、辞めた当初、うちの、嫁は、妊娠してました。出産間近ですね。そんな中で、コネもゼロ、当てもゼロ、知識経験ゼロ、蓄え、ちょっとそこまで行っちゃうとね、詳しすぎちゃうんで、その前で独立しました。ただこういうね、立場になってみると、愚痴を言ってる暇はありません。言うだけ無駄です。で、そういうね、社員さんを、やってる人たち、僕の周りね、大体そうです。社長とかオーナーっていうのも、かなりいっぱいいるけど、後輩とかってなるとね、会社員っていう子が多いんだけど、そういう関わりの中で、やっぱりその会社の社長がこうでとか、上司がこうでとか、いろんな話を聞きます。で、これね、もう過去、何人か言われたことがあって、雇ってくださいと、
言われたことがあります。まだちょっとね、単刀直入に言いすぎちゃうと、傷つけてしまう恐れがありますので、遠回しに断ったんですが、自分が選んで入った会社の愚痴を俺に言ってきてるやつを雇うわけがないじゃん、そもそも。いやね、今の会社の社長はこうでこうで、いるのよ、すげえやつがさ。まあその会社の中でも、目標を持って、俺は今年こうなるっていうね、まあ前に話したやつなんだけど、っていう目標があって、で俺より年下なんだけど、信念がある。自分の中に持ってるものがあって、ただ、バカやるときは一緒にバカやります。まあそんなことをやってきた、中でも何年、10年以上の付き合いになるのかな、そんなやつがいて、で、そいつは俺も尊敬してます。別に役職とかそんなのどうでもいいんです。尊敬してます、人間的にね。取引先の社長だろうと、上司だろうと、言うことは言うと。まあそいつから聞いた話だからわからないけど、まあそいつの性格を知ってる以上、多分本当に言ってるんだろうなと、まあ僕の中でも思ってます。まあそういう感じでね、まあ下克上が好きなやつなんですよ、そいつって。年功序列って何みたいなね、年上やるのが当たり前みたいな、そういうね、年功序列っていう言葉に、従うんだったら従ってください。それが嫌で、ぐじ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 周りにね、嫌な思いをさせて、そういう話をしてる子たちも必ずいます。まあ、僕の周りにもいるんでね。で、まあちょっとね、話はどん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 ずれてきちゃってるんだけど、嫌なら、とっとと会社を辞めて、自分でやってみましょう。っていう話を、かれこれどれぐらいしたのかな、いろんな方に、してきたんだけど、必ずね、そいつが言うのが、そうなると生活が、支払いがっていうんだよね。今の会社にいるから、あなたの生活ができるんであって、それをね、忘れないでください。まあ、これから、長く生きていく方々、まあ、僕のね、全然年上の方、まあ、上司とか関係なくね、先輩とか関係なく、長く生きてるやつでも、ね、くだらないことばっかやってるやつもいるから、自分の生活が大切なんであれば、もっと真面目に、今の会社で、真剣に仕事をしてください。パワハラだとか、モラハラだとか、セクハラだとか、まあ、セクハラ関係は、まあ、俺わかんないけどね、男だし、パワハラだとか、モラハラだとか、くだらねえことを、言ってないで、真面目にやりましょう。なんか今の子って、まあ僕も今の子だけど、今の子ってすっげえ弱いよね。なんだろう、打たれ弱い。上の圧力に、すぐ折れちゃうみたいなさ、なんでじゃあその会社に入ったのっていうさ、もう入る前に、なんだろうな、上司からそう言われるのは当たり前、残業は当たり前、言われるのは当たり前ぐらいで、どの会社入るのにも、そういう前提ね、前もった気持ちがないと、多分どの会社に入っても続かないと思います。俺も言われてたよ。1個の会社でまず3年、3 years、やれと、まずはそこからだと、ずっと言われてた。うるせえぐらい、もう分かったよと、もうそれ以上いい、分かって喋らなくていいよっていうぐらい、言われてました。ただ、今思うのは、関係ないのかなと。まあ、例えばね、手に職をつけたくて、技術をつけたくて、その会社に入ったんであれば、3年やれとか、5年やれとか言われる前に、多分そいつが本気になってやってれば、気づいたら3年以上は経ってると思います。その技術を身につけたくて入ったんだったらね。
自分が今持ってる技術を生かしたいんであれば、会社に隠れてやればいいし、副業でね。まあ副業やってても結局確定でバレるんだけど、まあそうなった時に、対処できるように、ドカンと、稼いで、そちらで独立しちゃったのが、いいです。まあ今な10分、まあ、あんまり長い動画撮っても編集がだるいんで、結論を言っちゃうと、もう最初から結論出てるけど、自分の選んだ会社、自分の選んだ道、自分の選んだ、友達関係、自分で選んだのであれば、文句を言わずに、愚痴を言わずに、真面目にその道を進んでください。それが嫌なんであれば、やめろ今すぐ。ね、1ヶ月前に言わないとやめられないとか、生活がとか支払いがとか、くだらないことばっかり言ってないで、嫌ならやめろ。やばい、セカちゃん柴田みたいになってきた、どうしよう。まあいいわ、言いたいことは言うって言ったしで、うん、一回やめて、独立とか、お金を稼ぐとか、人間関係、人付き合い、全てどんだけ大変なのかっていうのを、一回身にしみて感じたのが、いいですよ。で、ダメだと思ったんだったら、会社に戻ればいいし、別にね、収入が目的なんであれば、会社員なんかやらなくて、昼夜バイトしてればいいし、体力持たないとかわけわかんないこと言ってないで、ね、そういうことです。矛盾が多すぎる。真面目に働け。ということで、今回の動画は、雇ってほしい会社があるならその人に、伝わらないように、陰でこそこそ、愚痴ってください。公の場で今いる会社の社長の愚痴だったり、文句だったりを言ってると、そういう方々と縁は必ずなくなります、という動画でした。頑張ろうぜ仕事。では。